はい、皆さんこんにちは。 ZV-1 のスペックなどは他の YouTube でもたくさん紹介されているので、そちらをご覧ください。はい、こちらがソニー ZV-1 用のケージ本体なんですけれども、このように上に2つで、ここにも蓋側はこんな感じになっています。側面はこんな感じです。取り付け方は非常に簡単で、こちらにあるネジを締めてカメラのレンズの周りを挟むような形になっています。裏には傷がつかないようにゴムが4箇所設置されていますね。それでは取り付けてみたいと思います。はめてしっかりと奥まで入れて、締める強さはほどほどでいいと思います。取り付けが完了しました。カメラ背面です。上から見るとこんな感じです。左側側面です。そこはこんな感じです。ケージをつけたまま開封できます。本体の三脚穴がこちらですが、こちらにたくさんあるので三脚をつけたままでもバッテリー交換ができそうです。グリップもわずかながら改善されます。いい感じです。続いてスモールリグミニトップハンドル NATO5 管、なんて読むんですかね、納豆5管ですかね、納豆ご飯はそんなわけないですね。 NATO5 管レール50mm、 こちらの2つを取り付けていきたいと思います。こちらのカメラ上にあるところにトップハンドルを直付けするタイプもあったんですけれども、おそらく外したい時も出てくると思うので、この時のためにこちらのレールを購入しました。ではこちらのレールをまず本体に取り付けていきたいと思います。せーの、パッ。はい、取り付けが完了しました。こちらのミニトップハンドルを取り付けます。先ほどのレールにこのような形で滑らせて、反対側はこんな感じですね。前のネジを締めて、いきました。めちゃくちゃ持ちやすいですね。で、ローアングル撮影とかはかなりしやすくなると思います。手にもかなりフィットする形で、デュアルコールドシューエクステンションプレート。スモールリグのオンラインショップの画像にはこちらの穴にこのように取り付けていましたが、ちょっとこれだとカメラの横幅が出すぎるので、これを縦に取り付けています。もうあまり高さを出したくないので、この2つに取り付けていきます。はい、取り付きました。コールドシューが2つ追加できました。少しね、こちらから押すときが押しにくいですけれども、動画撮ると親指で押すことが多いので、これぐらいスペースが空いていれば困ることはないと思います。はい、外部マイクだったり、ビデオライトを取り付けたりします。マイクはね、時と場合によって上につけたり横につけたり、さらにはトップハンドルの上部にもコールドシューがあるので、こちらにも取り付け可能となります。こちらがピークデザインのスタンダードプレート。このピークデザインのキャプチャーに付属してきたものだと思います。ちょうどバッテリーと干渉しないバッテリーが取り出せる位置、かつレンズの中心軸のところになるべく近くなるように取り付けました。このキャプチャーのプレートのいいところはアルカスイス互換で正方形なので、こう雲台に載せるときに縦でも横でもというか、なんていうのかな、方向問わず捨てられるのが気に入っています。最後にこちらがピークデザインのリューシュというネックストラップですね。やはり動画を撮影するときにはストラップが邪魔になるときもあるので、こちらで簡単に取り外しできるのは非常にありがたいです。普段の持ち歩きはこのようにトップハンドルで持ち歩くこともありますが、子供を連れて動物園などに行くときはやはり首から下げれると便利なので、こちらを装着します。はい、こちらを紹介するのを忘れてました。これ私が以前ソニーの α100 という一番最初のソニーのまだホットシューが古い規格だった頃のものにつけていた水準器が余っていたので、 3D プリンターで現在のコールドシューに対応する形を作って、さらにこちらに少しオフセットした形で取り付くようなパーツを 3D プリンターで自作しました。こちらを取り付けてみます。こんな感じです。